はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時を回りました。3月の28日月曜日でございます。月曜日だというのにね、電話鳴りませんしね、メールも来ませんね。もう私見捨てられてますね、世間からね、ほんまにね。だからしこしことここで一人で喋ることにします。はい、ですね、これはですね、シンシアリーさんのブログでございまして、私これ大好きなんですよ。これの28日に出た、記事ですね。今日ですね。ユン・ソクヨル氏のグランドバーゲン構想、日韓議員連盟側からも冷たい反応、まずは国家間の約束を守りましょうというタイトルで、もうこれだけで、あ、読もうかなと。まあ書いてあることはほぼ分かるんですけどね。書いてあることはほぼ分かるんですけど、ちょっと読んでみようかなと。包括的解決、一括妥結、グランドバーゲン、記事によって違うものの、ユン・ソギョルって書いてありますね、ここは。ソギョル氏の対日外交は、主にいろんな事案を一気に解決と表現されます。このおっさんなんか甘いこと考えてるんですよね。わしが出てったら全部妥結できるみたいな。ちゃうやろって。具体的な話は何一つ出ていません。ただ時間がないので全て一気に解決するというのが、ユン当選人の主張です。ユン当選人の外交ブレーンの一人と呼ばれているパク・チョルヒ教授も、ユン当選人が主張している一括妥結について強く支持するとしながら、懸案が多すぎて一つずつ解決しようとしたら、政権5年、が終わってしまう。大胆で包括的に解決すべきだとしました。なんか甘っちょりこと考えてますね、ほんまにね。ちなみに同じ場で、韓国が正解を用意してきたら、日本がそれを採点するというアプローチは通用しない。関係の進展は私たちの努力だけによるものではなく、日本も共に努力するすべき部分がとても多い。とも話しました。ちゃうやろ。もうこの時点でわかんな、これはと。もう改善は望めへんなというふうに思いますね、私なんかは。過去エントリーでパク教授の話をもう少し詳しく取り上げましたので、未読の方はお読みください。個人的にこれはとても重要な発言だと思います。で、このようによくわからないけどこれでいくぞモードのグランドバーゲンですが、これに対して日本側の国会議員からコメントがありました。私が知っている限りだと、日本の現役政治家がこの件に意見を示すのは初めてとなります。そうですね、日韓議員連盟の武田良太幹事長です。日韓議員連盟だから何か好意的なことを言ったのではないか、そう思って読んでみましたが、確かにそういう刺激的な内容はなかったけれど、国家間の合意を守ることを示してほしい。国家間の約束を守らないなら別の案件の話をしたところで意味がないじゃないか、など意外と普通の対応でした。その通りなんですよ。一生懸命合意してもね、後であれは違うんやとか言われたらですね、話し合う意味がないわけですよね、こっちからしますと。その基本的なことをですね、向こうは分かっていないというか、分からないふりしてるのか、それは知りませんけどね。日韓議員連盟の方からこう言われるようでは、どうやらグランドバーゲン構想、日本での反応はいまいちということでしょうか。いまいちどころか何言うてんやろあいつらみたいな、なんかまた変なこと言うとんでみたいな、そういう感じですね。普通そうなるでしょうし、そうなら少し安心です。以下、連合ニュースの記事から引用していますと。ちょっとだからね、連合ニュースの記事ですね。日韓、何言っちゃうわ、武田良太、日韓委って書いてある、二社の委、議員連盟幹事長、ちょっとこれ、多分誤植でしょうね、日韓議員連盟幹事長だね。新しいユン・ソクヨル政府が2015年の慰安婦問題の日韓合意を履行することが、両国信頼回復の第一歩になるだろうと主張した。武田幹事長は24日、日本衆議院第一議員会館で待っている連合ニュースとのインタビュー。会館で持っている、いや日本語変ですね、連合ニュースのインタビューでこのように明らかにした。彼は昨年12月、韓日議員外交で中枢的役割をする、まあ日本語変やな、担うというべきですね、日韓議員連盟幹事長に就任した。日韓議員連盟は韓日議員連盟の日本側パートナーと。
武田幹事長はユン・ソクヨル大統領当選者が韓日の間で数々の懸案を包括的に解決すると明らかにしたことについて、包括的解決という方向性もあるだろうが、2015年日韓合意にユン・ソクヨル政府がどのように対応するかがより重要なポイントだと強調した点々。当たり前ですよね。何が包括的解決だって、一個一個解決するしかないやんっていうことですね。で、一個一個やってたら5年間でできへんで、できへんかったらできへんでしゃあないやんと。ということで、そのなんか全部パッケージにするっていう発想自体がね、私ね、これかなりね、やばいと思いますよ。分かってないなという感じですね。そんなことが外交でそんなことができるって言ったら、私が知ってる限りありえないですよ。そんな、一個一個やるしかないんですよ。もう粘り強く。武田幹事長は、私たちとしては2015年の日韓合意に対する明確な対応をユン当選者に期待している。それを突破口にして未来志向的な新しい日韓関係をしっかり構築したいと合意履行を重ねて強調した。で、これで引用は終わりますね。以下は問答部分にもう少し詳しく載っているので、重複する部分は略してもうちょっと紹介します。まず、日本はユン当選人にどのような期待をしているのかという質問に武田さんはこう答えました。国家と国家の間の約束を確実に履行してほしいという期待感を持っている。2015年の日韓合意が履行されていないのが現実だからだ。これは自民党だけでなく日本全体が望んでいる事項である。いわゆるツートラック、安保や経済などの分野での両国協力を先に構築するのはどうかという質問に対してはこのように答えました。私たちも様々な問題に対して準備を進めているが、国家と国家間の約束が守られない関係なら、その後の話をしたところでまた守られない可能性があるではないか。結局信頼の問題だと思う。質問は違うのに返事は同じですね。笑い。そりゃそうやん。約束守られへん相手とね、何を話しようってね、もう無駄やん。後でまた保護にされるわけでしょ、だからそれはこの武田さんの言う通りですね。繰り返しになりますが、日韓議員連盟からこんな話しか出てこないようでは、ユン政府のグランドバーゲン構想は全然期待されてないと見ていいでしょう。それもそのはずです。何一つ具体的な話は見えてきませんから。とにかく人の観点にもよりますが、親韓的だと言われる日韓議員連盟の方でも、国家間の約束を守るのが急務という反応を示していることに少しは安心できます。つまり今日本側は変な妥協をする空気には全然ないと。過去の日韓関係が日本側いつもまあという妥協をしてきてですね、今のようにこじれてしまったわけですね。だから向こう側はですね、こうごねればなんとかなるというふうに思ってるわけなんですね。なんかまた適当な情報を引き出せると思っていて、それがずっと積み重なってきてるわけですね。で、いい加減日本はですね、もうあいつらもうしゃあないって。もうね、国家間のこう行き来をやめようぐらいのですね、いわゆる断交というんですけども、そこまでやってしまった方がええんちゃうかっていう人までいるぐらいで、私もそこまでは言いませんけども、もう最低限の、交流にとどめるべきだと思いますね。いつまでたってもね、向こうのこうスタンスって変わらないですね。千年だっても変わらへんってパク・クネ言うてましたからね。であれば最低限のお付き合いだけをして、あとはなるべくこう交わらないと。交わるにしてもですね、そのややこしいことはしないと。まず向こうに日本の企業は経済進出しないというのはいいと思います。まあ、例えばユニクロの、ね、店を出したければね、向こうの資本がね、ユニクロの店を作ってフランチャイズかなんかみたいにしたらいいわけであって、日本から出てってうにゃうにゃではないと。で、アセットを出さないというのがいいと思いますし、必要以上の交流っていうのはやったところでですね、日本に対してメリットはない。韓流の、ね、ドラマ見るのは全然構いませんよ。全然 OK やん。でただそのなんていうのかな、ジーソミアみたいなものもね、本来いらんのちゃうのと思うんですね。だって、ね、情報漏れるでしょうか、向こう側から、少なくとも向こう側からね。でそこでその疑似同盟みたいなことをする必要もないんちゃうんかなと。で彼らがなんかこうなんて言いますかね、良心的にこう関係をこう盛り立てようとしているようには全く見えないんですけどね。好きあらばなんかしたろみたいなですね、そんなんばっかりですよね。
まあというふうに私も思ってるんですが、シンシアリーさんも同じようなマインドであるようでございます。でこのですね、シンシアリーさんのブログは晴れませんのでですね、今大体私読んでしまいましたけども、確認されたい方は行ってみてください。ユン・ソクヨル氏のグランドバーゲン構想、日韓議員連盟側からも冷たい反応点々、まずは国家間の約束を守りましょうという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。